こちらヨーロッパ企画福岡支部オンデマンドどうも石田です団長です団長。はい、えー。月に一度の福岡でのポッドキャストオンラインオンデマンド収録でございますというわけで番組ディレクター宮 D でございますよろしくお願いします いや忙しいそうですね。いやとんでもないですよ。忙しくないですよ。いやいやそんな <laughs> これゲームしてるだけですから。あのー、ねねあの捕まえましたもんね。はい、なんかいやそれに忙しいのかなと思って。めん、えー、忙しい。えー、ミュミュウツーを捕まえる。ミュウツーを捕まえる旅に。ごめんなさい。ミュウツー。ミュウツー。ミュウツーを捕まえるのに忙しくて。くてああちょっと待ってミュウツーいるからミュウツー捕まえないとっつって。まあでも本当びっくりしましたよ。俺 大泉洋さんぐらいの凄さなんで役者で言うところのミュウツーっていうのはそんな大泉洋捕まえてるでしょですから <laughs> ううはそだから <laughs> あそうなんだ、はい、それはビッグネームそれは必死なのでしょああすごいね <laughs> ミュウツーそんなすごいんですか僕あんまり知らないんですよああじゃあ覚えといたらいいのは、うん、石田さんはポッポです <laughs> いや、はい、ビヤディ笑ってるけどさ医者さんポッポぐらい <laughs> 大丈夫ポッポに失礼じゃないそれポッポに失礼じゃない<ー>ピッタリチョッキポッポいっぱい出てくるのすぐ手に入るのまあまあそれはの人それぞれかなん<ー>うんまあいっぱい出てくる宮ィ持ってるポッポはうん持っ 大体でみんな最初の方に取るうん,うん欲しいみんな欲しいのああ空飛べるからね最終、うん、空欲しい役立つ <laughs> ああって感じです <laughs>、うん、ポケモン集めてどうするんですかいやもうそんなに出したら世の中のコレクター <laughs> 全すべてをできてましょうよ <laughs> 切って集めてどないしまんのんるのと一緒ですよああいや眺めるいやポケモンも遊べああ眺める 眺める戦うんですか戦うあ、戦わせるんですかやっぱり戦う戦うやっぱそうなんですねメイジジェから来たくですかいや全く通ってないんでね分からないんですよね僕も通ってこなかったですけど本当に最近最近ハマっただってそうだよミアディなんて僕より一個上ですからそのポケモン世代ではないですもんねないですね なんでですか急に、まあ、まあ子供の影響もあるんですはあで一緒にやってるとそう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 ,そう子供より集め出しちゃったみたいな、うん、まあ一緒に子供と集めてるてはいはいはいやはい今日だから子供に持ってかったミヤディももう,もうスーパーヒーローですーーあお見てみろっつって「ミュッツだ!」っつって <laughs> あそれこそなんかこう「のこぎりクワガたら見つけたぞ」ぐらいの感じで今もうそういうことだ いわゆるお父さんの威厳っていうのは大クワガタやけどね正確に言うと喜びはねノコギリクワガタなんてほま腐らおどるから大クワガタやけどねノコギリクワガタがかわいそうやわそれは黒いダイヤと言われてるのは大クワや大クワね大クワ見つけたら父の威厳見せれる今はもうポケモン捕まえたら父の威厳が見せれるっていういやそりゃそうでしょ変わって時代時代だな でしょう,ね、うわ今もさすまたみたいなんでハブ捕まえても誰も喜ばないですやっぱり、うん、<laughs> 勇者とは言ってくれないやっぱりいや,いや喜ぶよその地方自治体がやっぱそれはね、うん、ヘビ型ポケモン捕まえた方がみんなんそういうことなんだよなるんですよお父さんすごーいってなるにはうん <laughs> つってうわスワイプが早いすげえな時代だないやそういうことですよね父の威厳を見せつけるってでもそれならでもんか休みの日とかじゃなくても僕家族とかでコミュニケーション取れるから悪いことだけじゃないと思う休みの日だね忙しくて取れへん遊びに行かれへんでやるよりもちょっと帰って同じスマホでそう スマホで俺はキャンプ行ってさ、あの、パッと火起こすみたいなさ、あの、チャッカマンでね。チャッカマンでいいと思うけど、結局ね。結局ね、発火剤と。発火剤と、よう燃える発火剤とチャッカマンで。お父さん火付けのすごいみたいなさ、あの、バサバサバサ、空気入れてね。違う違う、違うのよ。その木を組んで、くべてね。 くべて、この空気を入れやすいようにして、中に新聞紙くるめて、はってた、パパ充電ないの。や <laughs> パぱコンセントないの。マジかー。ワイファイ飛んでないの。飛んでないのはい。はい。それが、伊沢さん、リアルですよ。<laughs> うん、火を起こすよりも。ああ、そリアルヒーローはそっちですね。もしかして。釣り上げて、でっかい魚釣り上げて、父の家を見せるんじゃないんだ。 いやそれもそれまぁあるはあると思いますよど Wi−Fi 見つけてきたぞつって飛んでここあるぞここフリー w i f i あるぞここだったらフリー入るぞここ入るぞ音がすごいコンセント見つけてきたぞつって電波がうっすごいやだやポケスポットがあったぞあまあそれですよ そっかそやっぱ柔軟に我々もやっぱ進化していかないとついていけないです世の中に。いやだから火を起こすのを否定してるわけじゃないでしょ、ま、そ,そ,それはすごいことだと思いますけど。うん うちの父親あれでしたわあの鍋作る時は必ずまあうちもとートリーやったんで、うん、鍋料理やる時はうちの父親が必ず作ってたんですよいつも母親が料理するんですけど、えー、鍋の時だけ鍋奉行っていうわけってそうで父親が作っててそれがまあうまかったんですよやっぱり何ああいやいやいろいろいろ作ってた普通にちゃんこを作る時もあれば水炊きだったりする時もあればあ,<ー>あと本当すき焼きとかする時も 父親が味付ける。ふーちゃんこじゃなくて。ふう <laughs> ちゃんこ。すき焼きふうちゃん。ああ、まあ、でも、その近い。すき焼き風の感じ。うん、それは、ちょっと。後々考えたら、これちょっと父の威厳を見せたかったかな。俺は。うん、相撲時代ちゃんこ作ってたそうっていう、あれを <laughs> 見せたかったんかな。元気感を。<laughs> それ感じたね。えー、どうな、なんちゃ、どういうところに父の威厳を感じる時あった。 子ああおやじの威厳、うん、そうですねまあそうですね、うん、あのーうん、喧嘩で負けてるの見たことないとことかですかね。<laughs> あ 樋してるとこ見てるいやそれすげえすごい嫌な顔で見てます僕。子供はね親が路上で喧嘩してるとこ一番見たくないうわ見たくないなそれでも同じするなら買ってほしい樋口特殊な家庭なんだよ樋口あなるほどな強い親ヤねああはなりたくないと思ったけどね深井僕は平和に行こうって深平和に行きたいっ思いましけどね 行きますか。いや今週はあれですね。今は、えー、大阪公演中で今休演日で福岡にやってまいりまして、はいおろいろやっててっていう感じですね。じゃあお打ち上げして朝まで飲んで。いやいやいやもうしれっとか、えー、しれっと帰ってあ。あれ関西空港今大変ですよ。えなんで？関空？いや関空。ああそうだねもう、まあ、普通の、あのー えー、車とかじゃなかったらいけるんですけどあれ台風ですごかったんだよねそう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 ,そうでも今はもう今、ね、あの電車とかなら行けます、うん、ああ車とかなんか橋がまだやっぱり、うん、タンカーとバジーっていやーすごいね石田さんは今日からフェリーですか今,に今からフェ <laughs> リーで帰っていやいや感染で帰らせていただきますけども <laughs> でもちょっと本当に今年は多いですねなんか。 災害とといいうかろんなことがあって、うん、大変だわだからそういう時こそねなんか本当にあにエンターテインメントみたいなことが大事だなとは思ってますよまあ、ねうん、僕は、うん、なんかね楽しくうううううう過ごせるような、ねうん、感じでいければななんてなるほどそんなことを思いつつ「カクテル恋愛相談室」はい。 なんかたくさんメッセージもいただいててそうですね、うん、あの前回トークテーマの、うん、えーネットでの買い物が僕らが取ってから送ってきてくれた人がいてそれをちょっとさっきに紹介したいと思います、うん、えネットでの買い物について、えー、お久しぶりですキリちゃんですああーキリちゃん久しぶり深私は体が大きいので、うん 大きいサイズの洋服を買うのが多いですあとおつまみ用のミックスナッツかっこスモークをまとめ買いしたり、うん、仕事や趣味で使う文房具や本を買うことも多いですね本屋さんに行ってもしこれで使う本はなかなか置いてないことが多いのでではまたっう,うーんなるほどね以上 <laughs> 以上これは本当に、うん、ま前回の「特テーマなんでタイムマシーンがあったらよかったんですけどねないんで すごいよねネットショッピングですかホントそれとも希里ちゃんがですかいえネットのすぐ届くもんね <laughs> すぐ届く昨日まあその全然別件でまあ僕は打ち合わせで福岡に来てて。 で医者さんも前乗りされたんで一緒に飲みに行ったんですよそのまあ打ち上げ合わせ先の食事会みたいな、うん、<laughs> でね夜中ですよもう土曜中12時1時ね <laughs> 1> だから今日ですよ言うと今日になってる時に<限>てっぺん越えて,っっぺん越えてもうすでに日時は今日になってる時に、うんうん、その打ち合わせしてる人の一人が 痩せるサプリの話を石田さんが筋トレしてるんですで肉が取れないみたいな話してて「いいサプリがあるんですよ」みたいなせいでわーって盛り上がって「アメリカで大流行!」ってやって石田さんがそれにむっちゃ反応して「アメリカで大流行してるからって僕欲しくないですよ」みたいな「わーってしてる中今アマゾンでポチりました」と。今日届くらしいいですってう そのいた一人がね <laughs> そ,のその場にいた一人がもうその話聞いてすぐ、ね、調べてもうアマゾンでその薬っていうかドラッグじゃないわそのサプリを調べたら一番出てきたからもうあとはポンポンとしたらもう今日届くそうですっていう。 その話してる間会話に参加してないなと思ったらちょっと小太りの方なんですけどその人はもうすでにもう購入購入,今購入した今購入しましたっっただそれ別に10分こすってるわけじゃないんでこの間別に1分ぐらいなんですよ <laughs> <laughs> そうそうそう,そういやサプリこれそんななんでやばい薬でしょとかそうギャグでね言ってるその1分ぐらいの間にもう完了書だってい買いました明日届きますわい <うん S 1> いやいやそのまず今から買いいいますわ僕それとととかかかちちょょっっ調べてちょっとかいいかどうかちょっと 今日か見ますわとか、それやってから普通買いなさいよって思ったけど、っていうのとあと今日頼んで今日来るネットのすごさね。凄さ。凄いですね。すごい。すごいよね。すごい。誰が働いてるんですかねその。誰が。いやまあもう機械的にねなってると思います。おでもなんか記事見ましたよなんかあのなんかの記事ヤフーかなんかの記事で見ましたけど。 アマゾンのあの倉庫作業員は倉庫の中走らないらしいですよ<あ>。<laughs> 倉庫今哲学的でれ折れてる <laughs> 倉庫があるじゃないす。すっごい巨大な倉庫があるんですよね。で、その倉庫の中にもうたくさんのものが置いてあるらしいんですよね。そん中から見つけて、それをこう。あのー、<laughs> 配送するというか。 ね、送り届けるでもその作業員たちは倉庫の中を走り回ったりしないらしいですそれなぜ走らないで済むのかみたいなのを記事で書いてましたけどそこが知りたいんですけどね <laughs> うなぜ走らないのかそれ人数いたりとか多分もう番号振ってあったりとかとにかく走って探すみたいなことがもう既に無駄だと早歩きは <laughs> いいやそれは人によるんじゃないじゃもうだから走るっていう行為じゃなくもうそこでスピードでやるんじゃないっていうところもうその以前の問題から早くもうスピーディーにっていうことなんだっていうでもその教えとアイデンティティーで来てしまったら、うん、もう絶対走らざるを間に合わない状態になったらもうどうなるんですかねそいつ <laughs> もうパニックを起こすんですかね <laughs> どうなう否定自己否定が激しくなって <laughs> 見つけろ松見見つけてこいっつってねうんもう あれ <laughs> どこにあるんやろうみたいな「いい、e、列の25の3の」みたいなって <laughs> いやすごい巨大な倉庫の中からねやっぱ見つけてくるわけだろうからねどうなって5万人ぐらいいるんやろうないやロボットですよ全部うんロボットがロボットがもうアームしか動いてないですほんとにうえいっつってうんええー、いやほんとそうかもしれないよもう ともすればいや、この、だって、ラジオとかだって、そうだよ。うん、気づけば、もう、本当に、もう。メカミア <laughs> ディが。ディレクターが本当にいなくなって、<laughs> 編集も全部ね、うん、メカミアディがやるっていう世の中になるかもわかんないよ。もしかして遅いっつって。 こういう中ですじゃあそんな中今週のトークテーマ石田さんのね肝入りで出ましたこのトークテーマ無駄毛について無駄毛お気になっているんですよ今回メッセージ三通来ておりますじゃあ早速読みますね石田さん男女さんこんにちは福岡市在住の犬と申します犬福岡の人ですね犬犬です初めてだね犬さん無駄毛についてう えー、私は女性ですが、うん、眉毛など顔の毛はうっすら生えてくるので、うん、ほぼ毎朝軽く処理してますが男性の方がひげのっているは大変ですよね特に肌荒れする時のシェービングは痛そうですそんな中で団長さんのようにひげを整えてる男性には男らしい魅力を感じます<ー>胸毛やすね毛も女性にはとても生えない毛量を蓄えられてるのを見るとずっと触っていたくなります ちなみに私は全身をサロンで永久毛と申します花<ー>鼻より下足のつま先まで全身ツルツルの無毛です、えー、肌の露出が多い時期も楽ですし清潔ですっきりした気持ちになりますそれとそんなつもりはなかったのですが裸になった時に男性からの評判がいいですさて犬医者さんヨーロッパの動画見に行きますなかなか何度も繰り返されて洗練されてたタイムトラベルを楽しみにしてますお体気をつけてください 犬さん、なかなかセクシーメッセージ。ドスケベイヌがやってたようですね。ああ、団長のひげを舐め回したいって書いてたっけ違う。えー、ねめ回したいってことで触りたい、触りたいでどうでしたっけ触りたい。最近もう、はずルーペがないともう見えなくなってるんで、はズキルーペで見ないと見えないんで。 <laughs> 曲解しすぎだし <laughs> そんな <laughs> そんな年でもないでしょ、うんあ,とうん、あとそんな犬さんは変態ではないですから <laughs> ないですからすいませんえー、<ー>無毛女子無毛女子ですかこれじゃあ,あの裸になった時全部無毛ってことはだからいわゆる、うん、そ大事なところとかも全部無毛ってことはああそういうことでしょう鼻から下はうわーちょっとガムテテ ベル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 スネとか痛いたいであれ。スキ月一で飛んだサロンやでほんま。あのブラジリアンワックスってそうらしいですね。え何それ？なんかあの本当に強力なテープかなんか貼ってビェって剥がすの。なんでそんなことするの？ギゃってやるんやって。なんか綺麗に跡が残らずに綺麗に処理ができるんだって。 男の場合は毛根がでかいからすね毛とか無理にやったら血出るとか言えますけどそうそうそう男はできないけどね女性なら女性そうやってやったりするらしい僕大学生の時に全身の毛を剃ったことがあるんですよああわかるその暗黒舞踏っていうのに憧れて当時アートのダンスあれはもう頭も毛という毛全部剃ってほう眉毛もああなるほど上は全部剃って体もあ タ体も濃いんすけど全部その時にもちろんだ大事なところの毛も全部剃るんすけど剃るんがめんどいんで泡脱毛クリームあクリームねあったねなんか抜けていくやつね溶けるんすよあれ溶けるんで腕とか全然平気なんですよ泡漏れ漏れなんですけどまあ調子に乗ってあれもその大事な部分にお尻とか前とかも全部あれ泡だくにしたところあほんとね マグマに当たってんのかなってこれの暑さがあって。<laughs> やばいでしょ、そっち。あらばら,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 らってなって、真っ赤に腫れやがって。で、同タイミングでやってた3人ぐらいの友達全員で泣くっていう、22歳の男が。ああ、怖ぁ。22歳の男が股間を触って泣くっていう最低の絵面でした。<laughs> 絶対書いてあるでしょ、そういうところに、あの、急所に使わないでください。でもね、やっぱね、大学生はしゃいでるから見ない。そんな <laughs> どこがダメとかはね。<ー>はい。まあ、来ております。うん えー、こちらまた女性からエリリンさんですね伊沢、はい、<laughs> さん男女さんこんにちは、えー、大阪公演見てからもう1週間が経ち月日が経つの早いなと思う特典は無駄毛について<笑><笑><笑>、えー、女性はそこそこお手入れをしている方が多いと思いますが<笑><笑>男性はヒゲぐらいなんでしょうか 私も永久脱毛を施しておりますが全身ではありません女性の脱毛過去、うん、特に脇と V ラインは、うん、昨今値下がり傾向で100円とかでやってくれますからね安い、えーうん、ちなみに私の男友達はヒゲ脱毛をしてます肌が弱くヒゲを剃るとすぐ荒れてしまうからとよりいう理由らしいです、うん、あとヒゲ剃りの時間がなくなった分ゆっくり寝れると言ってましたよ僕もねヒゲ脱毛考えてるんですよもう絶対やってやろうと思ってますもうもう、うん、もう言ってますもう濃いんですよ がもう今もんね、うん、あもねうすぐはひげが伸びてきて僕もも石田さんの癖なんかなと思ってたもんひげ<う>ってるとこが <laughs> いやもう濃いからなんですよもうすぐ伸びてくるんですよね、うん、でこの時間がもう面倒くさいそれで「どうすんのひげの役が来た時に」っていう、うん、でももう僕も今までずっと何度もやってますけどもひげ、うん、の役が来た時はひげをつけます もう、今ないですね、ヒゲ伸ばしてくださいなんていう、そういう、まあ、やっぱりこう、いろんな俳優さん掛け持ちしてね、なんか作品やるっていう、もう、この時代ね、あのー、ないんですよ、ヒゲ伸ばしといてくださいとか。大体いい、ヒゲ剃れますかとか、ヒゲ剃っといてくださいはあるけどまあ、そう言われるよ。伸ばしといてくださいっていうのは、まあ、ないです。うん。なんで、あのー、ヒゲ役来た時はもう、 あのつけるしで永久脱毛してもそこまでね完全にはねんか抜けないらしいんですよなんか時間かかるらしいんであ<ー>ちょっと薄くなっていくっていうあ,あれらしいんですよだからそういう意味だったらああじゃあいいかなと思ってちょっと僕も考えてるんですよヒゲ脱毛なるほど、ね、うん、なんか通わなきゃいけないらしいんでねそれがちょっと面倒くさいなでその間なんかちょっと伸ばしとかなきゃいけないとかさそういうのがあるらしいんでねうん まちなみにえ腕毛やすね毛が濃いのは全然大丈夫なんですが胸毛のの濃いのは少し苦手でね多分私の父に胸毛がないからかもしれませんえ母は自分の父に胸毛があったので抵抗がないと言ってましたし男性は皆胸毛があると思っていたそうですというあのね胸毛僕胸毛生えてるんですよ実はまあ濃いんで体あのねでもね胸毛が苦手っていう人いるじゃん まあ、じゃあ胸毛剃るじゃんそれ見ても胸毛の剃ったとこも苦手って言いよるからあも,うもう何やってんねんもう積んで持ってるからそうそう積んでる積んでると思ううんもう苦手やったらそれはいいとでも俺だから胸毛生える人間だからあるなしやったらもうなしの方が <laughs> エリリンさんから言うとあるなしみたいなもんだからなしやってるんで うん、そうだよ胸、ね、毛が、うん、じゃなくせばいいってもんじゃないだだって反ってもその反った状態も気持ち悪いみたいに言われるんよあの俺はもう経験上自分がそうやから分かるもううんあのー、全くなくならんからやっぱり、うん、なんかもう胸毛ダメな人はじゃあな、うん、黄色い句しかなんかさしてるとか分かりやすくしてくれるとね <laughs> こっちも,もう鼻から近づかへんし。<laughs> <laughs> <laughs> ねはいまあね毛好ききれいはありますからね、えー、次回トークテーマですが「うん、女性のすっぴん気になりますか?」はどうですか<ー>すごく綺麗な女性見かける時あの人のすっぴん見たいなと思ったことありません、えー、化粧でかなり印象が悪い人いますからね<ー>ちなみに「私は寝起きでなければあまり変わりません」なるほどねすっぴんねよく SNS とかにねすっぴん あげるね、女性、あれはやっぱこう。いやあれはほんま、うん、僕あれは、マジブスじゃないと許さないと思って。すっぴんが。マジブスじゃないと。<laughs> あんなこと、絶対してあかんと。<laughs> <うね S 2> はい、すっぴんメイクでしょう。すっぴんメイクなんですか。じゃないですっぴんなんじゃないですか、本当に。 スピン風じゃないですかいやもうそれの時代も終わって <laughs> もう完全にすっぴんで勝負してる私すっぴん綺麗ですよなんじゃないですかなんかでも人気あるのは半分メイクでマジで片方をドブスになって片方をド美人っていうあ,あ,<か>あるねそういうユーチューバーの人とかやってたりする、ね、そうそうでもほんと撮ってイドなになっててんみたいな、うん、あるねそんなんは僕も素敵だと思う、うん、努力やからうん とって可愛い,い、それ何これ、うん、ってなって。<laughs> 誰が喜ぶっていうか、誰がおもろいねんっていう、僕は怒りを。マジすっぴん、ブスみたいなやつね。うん。何シャープ?。うん、シャープ。マジ。ハッシュタグ。<laughs> ハッシュタグ。うん、ピンあ、なんか憧れます。ブスすぎ。<ス>いや、僕はね。まあ、でも石田さんはね。うん。 まあ今わかんないですけどやっぱ健康志向というか全然すっぴんでいいじゃないっていう割といいかなと思いますけどねうん、うん、別にまあでもあのやっぱり化粧して綺麗になった時のああいうこうラグジュアリー感が好きなんでそのバチッとこうメイクされるのはすごい好きうん、うん、そのちゃんと観光総裁の場ではだからあっさりメイクっていうのはそんなに別に 好きじゃないかもしれない。もあっさり寝たらもうすんなった。もう別にしなくていいよ。まあでもそれはねその女性のなんていうのやっぱりこうたしなみというかそんなもんあったりするの。まあそう。女性は男性のために別にやってるわけじゃないって言われるから。ね、あのー、難しいけどこのご時世何言ってもセクハラになっちゃうから。うん、そうですよ。うん <laughs> そうですよ。そう <laughs> いや別にそれはあれやけどさ。はい。うん。 でも僕は好きですそのなんていうのこう綺麗になるためにバシッとさなんかかっこいいメイクしてる感じとか、うんうん、うわいいなって思いますね樋口、うん、なるほどねメイクね確かにな深もう一軒聞いておりますよ樋口、はいえー、石田さんダルさんこんにちはきりちゃんです樋口ありがとうございますさて無駄毛ですが私の場合割と薄い方だと思ったのですが、うん、ここ2,3年で濃くなってきました、うん、特に胸 年、えー、を取ると濃くなるんですかね、うん、あと右腕に白髪みたいなものが1本出てきました<わ>しかも腕の毛に関しては長い5センチくらいあり、うん、30も半ばに差し掛かると色々体も変化あるんだなという日々を送っております こちらの皆さんもお体ご自愛くださいませちなみに私は体壊して仕事休み中ですあらーキリちゃんちょっと頑張って新しい恋にも踏み出してほしいしなでも体壊してるときはまた病院行けますからね病院行ってちょっと天使見つけてくださいそうですよ違う病院でね違う病院で違う白衣の天使をボンガボンが見つけてくださいボンガボンが見つけるわかります僕ね恋じゃないですかもともとここここわかりますごめんなさいね聞いてる人わからんけど腕 腕の中の内側裏側層の逆逆層というかこのここに毛生えてきたんですよ最近注射して見せるとこね注射そうるう点滴とか入れる時にあ生えてなかった昔ここは生えてなかったんですよほら両方うんこれだから僕毛が生えるってことはあの僕の理論ではですよ守りたがってると思うんですよ はい脳がボディをああいうよね危険を察知して毛でちょっと守ろう大事なところに毛が入るそうそうそう守備力上げるじゃないですかこんなところに生えてきたってことは一体これ僕がんか危険なドラッグに手を出すという余地があったのか何やこれって結果をね内側の結果を守り始めてるんです確かにねすごいねそうなのかもう本当エンジン化してきてるか

ほんまにほんまにケムクジャラで行ったのかなと思うぐらいケムクジャラってきてますねケムさんでもいいんじゃないケムクジャラそれからガンダムみたいにケムクジャラってのもありますからミドルネーム入れるケムクジャラってそのパターンもあるからでも外国間出すぎてるからやっぱうケムクジャラで行こうかなと思います <laughs> まあそんな感じですかね <laughs> そうなんですよでもなんだっけ犬さんはさもう団長みたいなまあその体毛が好きな人なんですかね毛<と>か胸毛をずっと触って,触って胸毛を触ってたいっていうのも不思議な話で胸毛触ってる時点ででももうプレイヤーにルしてますからねそれ。<laughs> <laughs> ガストでだって胸毛触らんでしょうそうやねずっと、うん、寝そべりたいわけむ、ね、っちゃ嫌がるしそんなんされても <laughs> 何してんねお前 <laughs> ね何ガストでお前、うん、男は将来になってるわけだもんねうん胸毛かもシャツの上から手突っ込まれてるっていう状態がどっちかですよなるほどね いやちょっと気になるね本当に。全国のケムクジャラはね犬さんを探して食べ出すべきじゃないですか福岡に。さあちょっとトークテーマなんだろうね。そうですよ。秋ですか？え？秋ね秋ね秋。秋話確かに根っこ言った。秋ね。秋話ね確かにね。もう涼しくなってきたし。涼しくなってきたしね。人こ肌しいし。ああそういう意味じゃ秋の方が そういう恋のシーズンかもしれないですね寂しくなる無性に寂しくなるわけだからそうやねんだろう秋秋秋秋恋してますかって言ってあもうトレートにとね担当直理でも逆にもう4週ぐらいしてるから正直リスナー発信とかも4年前にする質問全部もいっぺんやってもいいのよ確かにねもうそうだ減点今の人たちの恋を聞くっていうのは大事かもしれない。そうしようオス番長が来るかもしれんしね 単純に今恋愛してる人片思いの人ちょっとあの立ち返ろうその具合を教えてください順なところはいなところはねはいもう確実に恋愛してる人の中には好きだけど体だけの関係なんですって悲しみのメールとかねありますよこれはもう当にとに告白する前とかね 別れちゃったかとか、はい、恋愛相談室に戻ろう、う戻ろう、う戻ろう。うじゃあ恋愛してます。何がタトゥーや。<laughs> <laughs> 違うウッド。<laughs> 恋愛エピソードをちょっと送ってください。今のね、うん、今あなたの今進行系、ね、進行系いいですね。はい。 といったところで、はい、今週以上でございますまた来週も聞いてくださいせんなら LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね LoveFM Podcast